フランスの数学者ブノワ・マンデルブロが導入した幾何学の概念で。やったー、知らなかったですか？悔しい。大学でやんなかった？クリちゃんさ、文系だよね。こんにちは、こんばんは。どうもコロコロ一番のかけです。そしてコロコロクリちゃんでーす。ゴーストウォン共通テスト頑張りました。何ですか今日？ゴーストウォンの面白さがギュギュッと詰まったね映像を作ってきたのでプレゼンしちゃいたいと思ってるのよ。カークがプレゼン動画を作ってきたってこと？そしてそのプレゼン映像を見てもらった後に早押しクイズ対決をしたいと思うわけよ。クリちゃんとカー君が？そう。その VTR 作った人間でしょ？めちゃくちゃ詳しいでしょ？あんま詳しくない。大丈夫大丈夫。問題はカー君作ってないから、スタッフさんが作ってるから、まあまあまあ、そこは安心してほしい。でもちょっと不利だけどな。不利だと思うならばしっかりね映像を見てもらいたいなというふうに思います。じゃあクリちゃん、はい、どうしたんですか急に？プレゼン用になりました、はい、伊達でしょそれ、メガネ。まあ開いてました。格好だけだな。で今回ですね、この場で生アテレコしながら説明していきたい。あ、ぽいぽいぽい、いいですね。それじゃあプレゼン1。舞台はニューヨーク。街に現れるゴーストはみんなに迷惑をかける存在。バナナアイスのゴーストや雲のゴースト、さらにはサメのゴースト、はたまたこんなゴーストまで、いろんなゴーストが街中あふれ出し大騒ぎに。そんなゴーストを倒すべく現れたヒーローこそがゴーストフォースだ。まあこんな感じよクリちゃん。いやワクワクしますねやっぱり、うん、もうこの動画だけでワクワクできる。いらっしゃい。科学者ジョーンズが対ゴースト用に発明したスーツを着て戦うのがゴーストホース。フラクタルフレキシーとスペクトルブーエネルギーを3人分。ゴーストホースの活動エネルギーはゴーストのパワー源ブーエネルギー。スーツにチャージできるブーエネルギーには限度があり、なくなると活動が困難になってしまう。倒したゴーストはブーキャップに入れて捕獲、ジョーンズさんの研究所に送られるのだ。そしてゴーストを倒した後、みんなでブーヤー、こんな感じです。ちょっとね、難しい、いっぱい出てきましたね。重要単語、ブーエネルギーとかね、ブーキャップとか、ブーキャップとかね、ワクワクする設定がいっぱいありますね。主人公はアンディ、リブ、マイク、3人とも性格はバラバラだけどとても仲良しだ。ああ、行く行く、何があっても行くぞ。アンディはチームのムードメーカー。待ってよ、その挑戦受けてたけど、考えるより行動するタイプなのがたまに傷。大丈夫、勝てばいいのさ。変身後の名前はフューリー。必殺技はブーエネルギーをビームサーベルのようにするフレキシービームや、エネルギー砲にして飛ばすフレキシーブラストだ。ドラゴイル、ブーエネルギーのパワー源はドラゴイル。これがアンディです。ドラゴイルかっこよかった、うん、ドラゴイルはもう刻み込まれましたね僕の。アンディ以外にもまだ2人いるから。よーリブ、リブはアンディの妹。ちょっとスノーボール、正義感あふれるチームのリーダー的存在。アンディに手を出さないで、なんでなの、ほんのちょっとも演奏できなかった。反面完璧主義すぎるがゆえに落ち込むことも。緊張した、それだけさ。そんなこと初めて。変身後の名前はギスト。必殺技はブーエネルギーを弓矢にして攻撃するスペクトルアローや、スペクトルゲート、次元移動のポータルを作り出すスペクトルゲートだ。オクトキャット、ブーエネルギーのパワー源はオクトキャット。これがリブです。スペクトルゲート、スペクトルゲート、超強くないですか？あれそれ強い。あれめっちゃ強いです。ゲートやばいから、あれやばいわ。監督級の技、めっちゃ強いですもんねリブ。そうなんです、1話で覚えてる。よーマイク。アンディの親友マイクはクレバーでチームのブレーン的存在。パワーをデモンストレーションするための教育ツールなんだ。しかし優しく内向的で繊細な一面も。お前がクラッシュだろ。そういうことじゃない。変身後の名前はクラッシュ。フラクタルメイス、必殺技は氷のハンマーのような武器フラクタルメイスや、
ブーエネルギーで氷を作り出すフラクタルパワーだ。グローマックス。ブーエネルギーのパワー源はグローマックス。さあプレゼン、はいはい、全て終了しましたよ、クリちゃん。なるほど、個性があっていいっすね、みんな。今もギュギュッとね、覚える名前があるとなんかちょっとワクワクしますよね。全部かっこいいよね。そう、全部かっこいいから、ね、それぞれが、うん。ここからは早押しクイズ対決に移りたいと思います。今回こちら、苦苦なお茶を、いやもうやだ、罰ゲームで用意しました。おかしくないですか、不利じゃん。おかしくない、これ負けたら超恥ずかしいですよ。でもそうだよ、こんな格好してるからね。そう、こんな格好してるのに間違えてこれお茶飲んだら何してんねんって、何してんねんって。皆さん、この後クイズやるんですけど、ちょっと僕不利じゃないですか、めちゃくちゃ不利じゃないですか。ちょっとなんでスタッフさんに相談してドッキリをすることにしました。名付けて全部答え知ってるドッキリということで、スタッフさんから答えを全部教えてもらいました。ということで今必死に覚えてね、ちょっと全部頭の中に入ってます。なのでクイズ全11問あるんですけど、これ僕が完全に勝って、確認苦いお茶を飲ませたいと思います。絶対苦いお茶飲まない、確認飲ませろ。さあいよいよ対決始めていきたいと思います。全部でですね、はい、11問あるそうです。そして問題文はスタッフさんが読み上げてくれるそうなので、な、間違えた場合は回答権を移るという感じで、はい。ゴーストフォースが活躍する街はどこ。クリちゃん、ニューヨーク。やった、ちょっとなんかこんなのしてませんでしたよ。ゴーストフォースはゴーストのパワー源を使いゴーストと戦うヒーローですが、ゴーストのパワー源のことをブーエネルギー。やったー、早いな。途中で押すやつできるんですか、もう。フューリー。ちょっと待って、えぐいえぐいえぐい。ジョーズさん、イエーイ。グローマックス。ああ、そうだそうだそうだ。スペクトル。やったえ、待って、今何ポイント、川くん。4。あ、オッケーオッケー、まだまだまだね、4-2だから、まだオッケーオッケー、うん。まずはこちらの映像をご覧ください。覚えてるよこれ、マジすごいね。1話で出たやつよね、アンチョビドッグ。すごいじゃん、すごいじゃん。え、結構覚えてないですかこれ。え、あんなに盛り上がったのに。まずはこちらの映像をご覧ください。これは誰これ、ソーラーマン。いや、当たった。ちょっと待ってね、うん、お茶飲むな。あ、もう諦めました。いや、諦めた。あ、もう飲みます。第9問、まずはこちらの映像をご覧ください。え、やば、バナナアイス。よし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 、攻めたな、攻めすぎだな今の。攻めちゃったな。バナナ 100g あたりに含まれるカリウムの含有量は、あー、たし、ね、確か360mg。 あー、よし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 、これやったな。え、まずはこちらの映像をご覧ください。フランスの数学者ブノワ・マンデルブロが導入した幾何学の概念で、フラクタル。よし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 、やったー、クラッシュの技であり。そういうこと。そうですよ、知らなかったですか。悔しい。11問目見よ。もうじゃあいいですよ、11問見ましょうか、うん。最終問題、ディズニーチャンネル。シャーオッケー。いや、これ上トークですよね。やっぱ最後はディズニーチャンネル、ありがとうございます。はい、ということで、はい、クリちゃんの勝利。くそー。ということで
早速、はい、苦苦茶の方しっかり飲んでいただきましょう。お願いします。飲めるかな、かく飲めるかな、一気に飲めるかな。いっちゃっていっちゃって、グイッとグイッとグイッと、どうだ、苦すぎる、やばい。実はこの企画なんて知ってるよ、もう知ってるのよ、知ってるのよ。レッスルドッキリ大成功。どうどう、びっくりした、びっくりした、びっくりしたけど、どこまで知ってたの。いや全部、問題全部ってこと。問題全部やられたわ。ありがとうございます。ということで今回ドッキリ大成功でした。みんなありがとう。だって俺のプレゼンにソーラーマン入ってないもん。改めて分かった、ゴーストフォースやっぱめっちゃ面白かったっす。ゴーストフォースは面白い、はい、そう、それが本題ですからね。間違いない、はい、ぜひ皆さんも見てもらいたいなというふうに思います。ゴーストフォースはディズニーチャンネルの Hey! It's Miracle Time で毎週月曜日夕方5時から放送中です。ぜひ見てください。はい、もうほんとめちゃくちゃ面白いからね、みんな見てほしいです。これはそれでいくよ、せーの、ブーヤー。平日夕方4時からのディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time ではゴーストホースの他にも最新作品や大人気作品の最新エピソードが見れちゃうぞ。さらにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを実施中。詳しくはディズニーチャンネル公式サイトをチェック。そして4月2日土曜日午後1時30分からゴーストホースの一挙放送が決定。9話まで一気に見れるぞ。見逃した人はここで追いつけ。チャンネルの見方やプレゼントの応募方法はディズニーチャンネル公式サイトに載ってるぞ。お家の人と一緒に確認してね。せーの、ブーヤー。みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらになります。